ジュラシックコーストとは、イングランド南部のイギリス海峡に面した海岸。2001年にユネスコの世界遺産に登録された。その名の通り、ここには、中世代のジュラキに形成された地層も存在していて、アンモナイトの化石が見られることでも知られている。ジュラシックコーストは、デボン州東部のエクスマス近郊のオーカムポイントから、 ドーセット州東部のスワネージ近郊のオールドハリーロックスまでおよそ 153km にわたって伸びている。ジュラシックコーストは2001年にドーセットと東デボンの海岸という登録名でユネスコの世界遺産に登録された。これはイギリス本土ではジャイアンツコーズウェイに次いで2例目の登録である。なお2004年現在登録対象全域にわたって サウスウェストコーストパスの上を歩いていって良いことになっている。なお、ジュラシックコーストで最も標高の高い地点はゴールデンキャップの海抜191メートルの地点である。ジュラシックコーストには古い場所で2億5000万年前に形成された地層が露出している。ここには中世代にあたる三畳期、ジュラ期、白亜期にできた地層が存在し、 この地層が断崖を形成している。なお、ジュラシックコーストにある断崖は、西に行くほど古い時代に形成された岩石でできており、東に行くにつれて徐々に新しい岩石でできている。これらの地層ができた時代は、恐竜が生きていた時代にあたり、海岸の岩場にもアンモナイトの化石がびっしりとある。この一帯にはいくつも特徴的な目立つ地形が存在している。 例えば、ダードルドアの天然橋、ダルーウス工部の入り江や終局によってできた地形、ポートランド島などが挙げられる。また、チェシルビーチは、トンボロと、暴風海岸の典型例として知られる。その多様な地質学的に特筆に値する場所が見られることから、この場所は国際的な地質調査の対象となっている。ダードルドアの天然橋さらに、この地は古生物学者、 メアリー・アニングの活動拠点だった場所でもある。彼女はライムリージス周辺の海岸線に存在する化石を調査し、その結果エクチオサウルスという海に住んでいたと見られる爬虫類の完全な骨格を初めて発見した。エクチオサウルスはサウルスとつくものの、これは恐竜ではない。しかし、2メートルの体長を持つエクチオサウルスの骨格が出てきたことは、 この生物が間違いなく存在していた証拠であり、このような大型の爬虫類がかつての地球に存在していたことを、この化石は人類に教えてくれた。このイクチオサウルスは三畳期からジュラ紀に繁栄した海洋性の爬虫類の仲間である。爬虫類が海に入り、魚類に似た体型に進化した生物だと考えられている。また、 プレシオサウルスという海に住んでいたと見られる爬虫類の化石もメアリー・アニングによって発見されている。これらの化石は恐竜と同時代に巨大な爬虫類も存在していたことを知る手がかりになった。第二次世界大戦中にジュラシック・コーストのいくつかの区画は当時のイギリス陸軍省の管轄に置かれた。また、イギリス海軍の最大級の拠点の一つが ポートランドハーバーにあった。後に、軍用拠点だった土地の中には、民間の管轄に戻された土地もある。しかし、ボビントンの軍事拠点は、現在でも主要な軍事拠点の一つとして使われており、この結果、ジュラシックコーストの一部区域は、立ち入りが制限されている。また、この地域は、海難事故の多発地帯としても知られており、過去に何件もの事故が発生してきたため、 この地方の歴史書には難破船に関する記述がしばしば現れる。特にポートランド周辺に顕著だが、この一帯には海上交通の難所があり、数々の船舶が難破してきた。2007年1月にもコンテナ船の MSC ナポリがシドマス付近のブランスコームで浜に乗り上げ、多くの油と積み荷が流出したことによって、環境に大きな被害をもたらした。なお、 この地域はマスコミによってしばしば取材され、この地域に関する番組が作られてきた。例えば、イギリスのテレビ番組、自然の七不思議では、イギリス南西部の不思議の一つとして取り上げられた。また、ラジオタイムズ氏が2005年に行った読者投票では、ジュラシックコーストがイギリスの自然の脅威第5位に選ばれた。ライムワンウエストワンは、 ジュラシック埠頭が2004年に完成したことによって一体の玄関口としての役割を担えるようになった。世界遺産登録地域の中心近くに位置するウェーマスも玄関口にあたる町としては重要である。この町に存在する複合施設のウェーマスパビリオンには世界遺産訪問者のための施設も開設された。なお、この町はイギリス有数の保養地でもあり、夏には 海を楽しむ観光客に混じって、海岸沿いの断崖に群がっている人たちもいる。これは、ここでアンモナイトなどの化石が簡単に見つかるためである。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ドーセットイーストデボンコースと、ユネスコワールドヘリテッジセンター、2010年11月16日、閲覧、ザオフィシャル、 ガイド通ザ SWCPSWCP チーム2007年1月14日閲覧。明径世界遺産水辺編パイインターナショナル2014年49ページ。ISBN 978から4から756245250。ストリックンカーゴシップランアグラウンド BBC のニュースよりジュラシックピアリゾートマーケティングリミテッド2007年1月14日。 閲覧、ありがとうございます。